き癖はなんかとかえとか、割と言葉を発文章とか言葉を発する前にそういう言葉を言ってしまいます。譲れないこだわりは、どんなに寝坊しても髪の毛だけはちゃんとセットしてきます。最近買った服、あ、今着てる服が最近買った服です。あの、もし10万円当たったら、お母さんとなんか近場でいいホテルかなんかに泊まりに行きたいと思います。1億当たったら、土地を買ってその土地になんかマンションとか建てて、それであの働かなくてもいいような生活をできるようにしたいと思います。